さらにこちらの企画には寺島純太くんと関さんも挑戦していて、関さんが左の子パンダ、寺島くんが右の親パンダになって即興アフレコをやっちゃいます。それではよ、アクション。画面に半分見切れたところで落ちそうになってるよ。助けてママ。ママは来ないよ。ママ怒ってるから。パパが来た。いやパパが行くぞ今。ほらママ怒ってないって言ってるから。危ない、ママが。ママが落ちる。僕もう動けないから、ここで木の枝にまたがってるから。いや危ないからこっち来なさい。こっち来なさい。ダメだよ、またに食い込んで。いて痛いんだよ。そんな手より脆い枝だな。いて頭は大事だから大事にしろよ。痛いよ、パパ揺らすとまたに食い込んで痛いんだよ。そんな手より脆い枝だな、これ。もうちょっと支えてくれと思ってんだけど。いいだんだんいいくなってきた。お前はまだ早いから。もうそしたらそこだ。待ってるよ、坊主。さすがパパ強いね。よし、行くぞ。おっと、やばい。パパ、ちょっと変なところが顔のところに当たってる。パパのパパがごめんな。